俺気使ってんだよ、いろいろ。ちょっと待ってください、これコメントありますよ。いやいやいや、ジョーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。はい、今日は、はい、今日はですね、まあ、100回大会終わりましたけども。何のですか？いや、高校サッカーですね、100回大会。高校サッカー、はい、はい、ちょっとここにですね、あの年末に撮った、うん、予想があるんですが、うん、こちらをじゃあ、これはあの、川端さんの予想ですね。うんうん、いや、へっかくさないでください。これでしょ？青森山田、見事に。青森山田優勝 ね。大津、ちょっと静かで、大津、静学、まあ、上村じゃなくて青森山田だった ね。ああ、でもここはすごいね、はい、ベスト4が2校だね。はい。うん。これの予想ですよね。違う違う。うん？ちょっと手が、ちょっと。川端さんなんですね、これね。川端さんね。ね。こちらがですね。うん。何これ。見てください、これ。うん、山梨学院。これでも合ってるね。合ってますね。山田合ってます。山田しか合ってないですね。うん？だって、俺ね、ちょっとこれ、まあ言い訳になっちゃったらあれだけど、はい、俺気使ってんだよ、いろいろ。ちょっと待ってください、それ。なんすか、それ。え？いろいろ？いろいろ。だってさ、はい、川端さんはさ、はい、もうさ、ジャーナリストじゃん。まあ確かにそうですね。だからさ、川端さんが書いたのを俺はちょっと横目で見て、うん、これ被っちゃったらダメだなと思って書いてんだよ。うんうん、まあだから、でもそれは少し僕も感じ取りましたけど、うん、でも解説者としてね、やっぱそこはしっかりこう、ガチで、ガチでやるなら、はい、俺もう3つ当たってたね。ちょっと待ってください、これコメントありますよ。いやいやいや、コメントガチでいくだろうね。あれは気使ったんだから俺。あ、まあ確かに かぶりやすくなりますよね。そうだよ。見ててもちょっとそうなりそうだなと思いましたけど。だからボロクソ俺ね、コメントで書かれてたでしょ、なんか、はい、まあちょっとね、全然ダメだなとか、まあそうですね、あるけど、うん、そりゃそうだよ、気使ってんだから、うん、いや、ちなみにじゃあ、うん、3つでしたっけ？ 3 つ当たったって言ってましたよね。ガチでやったら、うん、じゃあどことどこは青森山田以外は、うん、ベスト4はどこまでは、なんかちょっとイメージできてましたか？貫一はね、うん、ちょっと申し訳ないけど、貫一、うんうん、はさすがにちょっと分かんなかった。あ、そこは、うんうん、でも貫一のことをちょっともしかしたら行くかもしれないっていうことはおっしゃってましたね。まあそう、あのね、やっぱり1回戦、まあ、開幕戦戦って、うんうんうん、そこからチームがすごい成長してきたの、うんうん、だから俺結構ね、これ乗っていけるんじゃないかなと思ってね、うん、で、静学戦で、うん、まあ最後の最後で本当ワンチャンスものにしてね、本当に PK で戦って、はい、それで勝ってね。じゃあだからその前にもう貫一がちょっとかわいそうだった、本当今回、うん、そうですね、ね、コロナウイルスの陽性者が出て、うん、事態というね、形になってしまったっていうのは、うん、もう本当に先生もね、すごいもう悩まれて、うん、考えて考えた結果、まあ、辞退という形になって、うん、で本当はあの予備登録選手っていうのが、はい、高校サッカーはあるんですね、うん、これね。なので本当はこう14名こう取り替えるっていう形も話が出たんだって、うん、だけどフィールドプレーヤーがちょっと足りないから、キーパーが4人登録かなんかしてあって、うん、キーパーの子をフィールドで使わなきゃいけないとか、うん、まあ、そういうのも逆にあったりとか、うん、であとはこのままこう感染し、もし万が一ね、うん、他の対戦校で当たって、うん、大津でやった時に、うん、もし感染しちゃったと、うん、そうなったらこの大会が全て終わってしまうからっていう、本当苦渋の決断でやめたっていうのをすごい聞いて、まあ俺は本当ね、ちょっと放送いろいろやってたんだけど、俺涙が出たもん、うん、もうこの思いでこの国立にね、8年ぶりに戻ってきて、ね、ここでベスト4、うん、ここにかけてきたんだから、うん、みんな、だからそれは本当にもう残念ですねっていう一言じゃもう片付けられないぐらい本当にかわいそうだったなってね、思うね。だけど予想ではやっぱり貫一が最初からここに来るとは思ってなかったね、正直ね。でもすごいことだと思うし、でもやっぱり大津ねはもう俺も来ると思ってたね、うん、だけど川端さんが大津って書くから、だってさ、ジャーナリストってさ、あの人たちは本当にさ、あれだからね、特に川端さんって高校サッカーをすごく熱心に全国見られに行ってるぐらいだから、はい、 それでさ、俺がさ、俺の方が勝っちゃってさ、これ当たっちゃったらさ、ジャーナリストいらねえじゃんってなっちゃうでしょ、はい、うん、だからね、そうですね、俺さ、本当に気遣いの人だから、あ、まあ、まあ、気遣いのところはすごく僕も見てて、うん、なんかちょっと言い訳っぽいなっていう。いや、あのね、もう来年やろうか、じゃあ
あ、じゃあ来年は別に誰かとかじゃなくて、うん、もうジョーさん単独でガチ予想でいきますか、うん、誰かいると気使われちゃうじゃないですか。まあそう、ガチ予想でやろうよ。じゃあいいよそれでも。そしたら俺絶対このベスト4は、はい、4チーム中、うん、まあ3チーム当たるね。全部じゃねえのかよ。おかしいじゃないですか。そりゃそうでしょ、ね、サッカーってさ 100% じゃないから。でも3チーム当たったらすごいよ。まあそうですね、まあ、3チーム当たったら確かにすごいですね。すごいよ、うん、3チーム当ててさらに優勝コマ当てる。そう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 、それはそうでいきましょう。まあだけどやっぱりこういう予想ってさ、川端さんも言ってたら当たらないよって。まあまあ確かに難しいと思います。そう、うん、でも当たらない方が面白いんだから。まあまあそうですね、いろんないい試合も生まれましたしね、うん、一応ね、いろいろ、うん、私たちもね解説もやるし、うん、いろんなことをね全チーム調べるからそういうのあるんだけど、各県都道府県の予選を勝ってね、うん、優勝を決めてからやっぱり大体1ヶ月半ぐらいあるんだよ ね。ここでやっぱ高校生って成長したりとか、うん、怪我があったりとか、いろ、ね、んなことがあるから、ね、だからもうあの時点で予想させるのがダメだよね、プロデューサーとして。うん、まあスケジュール的にね、やっぱりその直前かなり早い段階からねこれやってんだよ、皆さんね、本当は。そうですね、そう、ちょっと今回は本数も多くしちゃったんで、かなり早い段階から。そうなんだよ、だから結構こう結局責任を負うのは 俺みたいな感じになっちゃう、ね、まあね、ちょっとねコメントでも当たんねえじゃねえかってね、来ちゃうのはジョーさんになっちゃいますから。だからかなり前からだからね、皆さんね、もうプロデューサーのせいだよこれ本当に ね、 ちょっとね、僕は予想し、うん、しない立場なんで。そうそう、だから逆にさ、プロデューサー予想みたいなの入れたらいいじゃんね。僕はでも青森山田でしたね。いや、終わってから言うよ。本当最悪だね、本当に。まあだけど、まあ、まあ、予想はね、こうやって楽しみながらやるっていうのがね、あのやっぱジョーチャンネルとして良かったのは、コメント見ても、うん、やっぱ今回高校サッカーすごく楽しめましたっていう方もいたんですよ、うん、これを見ながら見ると、うん、やっぱりこう注目するじゃないですか、うん、だからそこが一番やっぱりこうやってた意味があるかなと、高校サッカー ね、 ね、で川端さんがやっぱりいてくれて、そうですね、やっぱりさ、こう川端さん本当に詳しいからさ、はい、だからあこういう選手面白いよとかさ、そうなると見るしね、はい、うん、いやだからすごい具体的にいろいろね解説してくれたから良かったなと思いますね。まあだから本当に、うん、この予想はね、だから企画倒れだと思うよ、段階的にね。でも今年はあの4校中3校当てるともうね見せられたんで、うん、まあそうだね、またやりましょう、うん、盛り上げていくっていうね、うん、101回大会も川端さんはでも結構当たったんだな、はい、そうですね、なんか4チーム中2校か。そうです、あー惜しかったね、車本当に車あげる、3校だったら車だったの、はい、車って本当に車あげるよって言って、当たり前じゃないですかそんなの。すごいですね、うん、そりゃそうでしょ、なんか残念だね、まあ、そうですね、まあでもすごいね、2校当てるってことはね、はい、でも逆に言うとジョーさん外してるんで、これプレゼント考えなきゃいけないですね。外れてるプレゼント何するの。いやだから視聴者プレゼント去年もやりましたけども、え、俺とそんな話してないよ。え、してないよ話。いやちょっと振り返りますか VTR。うん、VTR ちょっと振り返ってくれる、うん、はい、外れた場合はもう間違いなく視聴者に何かプレゼントを僕は用意します。そうですね、はい、言ってましたね。言ってないね。言ってない。まあでもちょっと何かね、もうすぐさ、もう本当に ね、 まあそうですね、当たり外れプレゼントみたいなの逃げるけどさ、うんうん、でも何をプレゼントすればいいんじゃん、車か。ちょっと怖いですね、逆ギレしてみたら。僕ちょっと怖かったですね、今。何をプレゼントしたらいいの。いや、まあ、ちょっと車なんていうのはちょっとおかしな話じゃないですか、なんかそうじゃなくて、なんかね、何、いや、まあ、一番喜ばれるのは何ですかね。まあ、プレゼント、なんかちょっとざっくりしすぎてるの。いや、まだあのジョーチャンネルとしてなんか少し飴飴ちゃんあげようか。あ、飴とかね、ね、こういうのとか、そう、こういうのとか、うん、まあまあこういうのでも、まあ、こういうのもいいんじゃないの、だってまあいいと思います。送る代金の方が高いから、ね、高いですよ。まあでもなんか本当のこと言ったら、やっぱなんかジョーさんのサインとかでもね、サインだっていらないよ。いらないですかね。欲しくないよそんな、まあ、僕はいらないですけど。でしょ。いらないもん、俺も欲しくねえもん。プレゼントって難しいよね。難しいです。そうで、結局さ、うちのチャンネルはさ、ほぼ男性じゃん。はい、そうですね、うん、だからさ、ちょっと女性ものにしようかな、なんかあえて、あえて、あ、女性もの、ね、うん、変なこと考えてるでしょ。そんなんすね、やめてよ、そういうの。だけど、ほんとざっくりプロデューサーだよね。いきなりプレゼントよこせって言ってさ、なんでもいいみたいなさ、うん、あ、じゃあしっかり言った方が良かったですか。いや、そりゃそうでしょ。あ、なるほど、ちょっと良いはなかったですけど、
あのジョーさん の, あの作ってるシャツとか、うん、バッグとか。じゃあさ、ちょっとその、はい、ジョーバッグにする。じゃあ、あいいかもしれないですね。ね、ちっちゃいトートバッグね、これね、はい、これジョーナインって入ってるんだけど、はい、これジャンティーバンティーっていうメーカーなんだけどさ、はい、これこれは売ってないですよね。非売品ですか、これ。まあ名前これここは入ってないんだけどね、はい、うん、でもこれじゃあプレゼントするかな。あいいよ、じゃあこれ。じゃあ分かりました。はい、これを私たちとね、もう一回作りますんで、そしたらこれをプレゼントします。はい、何人何人100名上げすぎだと思う。いや、これ1名だね。1名これね、でも本当にね、これなかなかこうあれなんだからね、すごい大事なもんだから、これ。じゃあ1名の方に、うん、それか上ナインっていらねえよって言われるかもしれないから、これなしにする。いやー、まあでも何も入ってないやつだから、さ、応募するときに上ナインって入ってるのを希望か、何も名前なし希望か、みたいな感じでさ、それで入れてもらって抽選するでしょ、あれ。はい、します。で、抽選でじゃあその人にっていう、はい、ね。わかりました。そう、そうしようじゃん。はい、うん、だってこれ入ってると恥ずかしくてモテねえっていう人もいるでしょ。そうかもしれない。うん、はい、ね。じゃあそうしよう。はいはい、じゃあこれをプレゼントします。以上です。何、以上、それで終わり。はい、もう高校先の。もう総括とかしなくていいの、そういうの。あ、総括、そうですね。こうちょっと外れたとかではなくて、すごい外れたものばっかりでさ、大会全体通して、まあ、まあ、いろいろあのジョーチャンネルでも緊急動画でも上げましたけども、うん、ジョーさん振り返ってみてどうですか、100回大会。うん、まあまあだねまあ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 、うん、まあやっぱりさ、こうなんていうのかな、組み合わせもちょっといろいろさ、うん、やっぱりこうばらつきがあったりとかしながらさ、うん、まあ、彼らは多分一生懸命頑張ったと思うし、はい、そう、そうだけど、もっと見たい選手とかさ、うん、やっぱりもっとこう勝ち上がってほしかったなっていうのが、はい、やっぱ俺の中にちょっとあるのよ。うん、まあでも、なんていうんですかね、リーグ戦ではないわけじゃないですか、カップ戦というか、トーナメントなんで、うん、だから一発勝負で、はい、結局、やっぱりこう延長 PK ないじゃん、最初ね、はいはい、もう、だからこれのルールをちょっと変えた方がいいと思うんだよな。うん、ちょっと延長入ってもいいかもしれないですね。そう、即 PK ではなくてね、うん、即 PK はやっぱりちょっとね、はい、まあでも PK も実力だからね、うん、まあそれで粘って頑張って PK で勝つってこともあるから、うん、まあ難しいけどね。チェイサンリーもね、あれだけやっぱりこう注目されて、うん、なかなかやっぱりね2回戦で負けちゃったかな、うん、うん、PK だもんね。でも失点をしなかったっていうね、うん、のもあるし、まああと阪南大高のね、うん、鈴木君っていうフォワードね、ショーナベルマーレ、うん、俺ね、彼好きなんだよ。本当ザ・ストライカーっていう形で、うん、今回得点王っていうね、うん、形でなりましたけども、彼もね、やっぱりもうちょっと伸びしろがあるんじゃないかなっていう気がするから、うん、今後皆さんちょっと注目してほしいなっていうのと、はい、まあ、あとは、まあ結局話題を全部かっさらった松木玖生選手ね、うん。いやー、彼はやっぱりすごいね。ハートも強いし、技術ももちろんあるし、でもね、俺ね、思うんだけど、怪我してるのよ。膝を怪我してて、うん、それをちょっと押してやってたの、うん、だから本当の彼の力って俺もっとすごいと思ってて、俺の中で彼 100% 見てたら多分 50% か 60% の力でやってる。そうなん、それでもああいう活躍ができるっていうのはやっぱり彼の能力ってすげえなって思ってて、うん、FC 東京に入るけども彼は本当代表まですぐ行ける、行ってほしいなって。もうあれですかね、高卒ルーキーとしてすぐレギュラーとして FC 東京で春には出てくる可能性は高いですか。どう出れるでしょう。先発ですか、ね、うん、先発で。だからその先発で、まあ、早くデビューして、はい、早く結果を残せば多分フル代表ってあると思うんだよ。あ、フル代表まである。うん、でもそういう選手が出てこなきゃダメ、うん、まあそうですね、高校サッカーは。え、それはジョーさん、変な話っていうわけでもないんですけど、うん、例えば開幕してフル代表、うん、ということはそのカタールのワールドカップの A 代表にも食い込めるチャンスはあるってことですか、ジョーさん的には。あると思う。やっぱ今までさ、少ない、いないんだよ、なかなか高校卒業して、はい、すぐにレギュラー取って、うん、いきなりフル代表で行くっていう人がやっぱり少ないんだよね、うん、でも彼はそのぐらいのやっぱり力を俺は持ってると思ってて、うん、でやっぱり高校サッカーのやっぱりこうなんていうのかな、ユースクラブとのちょっと差をつけられたりとかいろいろあるんだけど、でもそこをもっとやっぱりできるんじゃないかなと思うんだよね、うん、だから多分彼がそうなってくれたらまたそういう選手が出てくるのかなって気がするね。うん、うん、森保さんだから選ぶんじゃないかな。
でも森保さんね、選んで招集しても使わねえからね、試合にね。それもあると思うんですよね。だけど育成分けてもいいよね。あ、そう、俺も最初そうだったもん。18の時に、ファルカン監督の代表に合宿に呼ばれたりして、でやっぱり育成枠っていうかさ、多分そういう感じで入れてもらったと思うんだけど、でもそういうのをちゃんとねやってもらったし、そこでまあ経験もさせてもらったし、やっぱそういう枠は絶対あると思うんだよな。これからのやっぱり日本サッカー界を担う選手だと思うからね、どんどん入れてほしいと思いますね。まあでも高校サッカーは本当に100回大会で、まあ歴史を感じたし、でも一生懸命やっぱりね、皆さんがやっぱりこう選手の皆さんがね、一団結して戦ったのと、やはりこう高校サッカーっていろんな人の支えがあるから、そうですね。ね、それがもう俺は本当に、まあ、経験した身としてすごく重く感じたし、うん、まあ、いろんな意味で大変なやっぱり100回大会だったなというふうに思いますね。まあ、でも本当に選手の皆さん本当お疲れ様でした。そしてぜひですね、来年もね、101回目もいいこう感動をまたね、はい、私自身欲しいなと思います。はい。はい、ということで、はい、いいですか、はい、はい、長くなりましたが、それでは皆さんまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。